抱いたのか分からんかった。皆さんこんにちは、テイテイです。今日はですね、 ST74MMHSMT というですね、ストイストシリーズのですね、 SMT の検証でございます。 SMT というのはですね、テカンドに優れ、メカンドにも優れていると言われております。人によってはですね、海からの情報量が多すぎて把握できなくなってしまうほどの情報を得ることができるという SMT なんですけれども、実際ですね、僕はね、検証してきたので、そのね、動画を見て皆さんがどう思うか、判断してもらえば幸いだなと思っております。今回検証するにあたってですね、テューブラロッド、普段僕が使っている感度の良いテューブラロッドですね、同じラインメンディングをした場合、どうしてもですね、 SMT ではですね、当たりを取ることがね、ほとんどできなかったので、今回検証するにあたってですね、結構ラインはですね、張り気味でですね、やらせていただきました。で、注目してもらいたいのが、イカがエギを触った時どういう触り方をしたのか、で、どこに当たりが出たのかというのをですね、見ていただけたら幸いだと思います。ではご視聴のほどよろしくお願いいたします。ちょっとタイがね、食い上げてきてましたね。ちょっとボトムを攻めていきます。ちょっと今日はね、テンション買っていこうかなと思ってます。3日目はね、気持ちよくて、実際ね、しゃくった後っていうのはチューブだと僕結構スラックを残すんですけど、今日はしっかりとライン張り気味でやっていきます。エギもノーマルなんでね、着底も当たりも出やすいと思います。水中の中のラインが張れるからっていいんです。お、今見たのがイカの当たりですね。イカは触ってるみたいです。ライン張ればね、イカのあたりは分かるんですけどね。次が来るかどうか。ちょっと当たらないね。触ったけどね。ちょっと見せます。チューブだったらこの上ぐらいのラインスラックがあっても当たりは取れます。ちょっと見せてからの、あれ、抱かないね。触ったけどね、間違いなくね。気が悪いね。アモラス使うかな。ノーマルのサンゴがあれば一番良かったかもしれない。ついてこないね。一回触っただけやったな。
ノーマル使おうか。よし、手元には来なかったけどね、今 LINE で撮りました。これはさっき触ったやつでしょうね。あんまり上げたくないな。ありがとう、ありがとうね、ありがとうね。ちょっとね、シャローがね、この 3.0 しかなくて、ちょっとこれをね使って攻略していきます。釣れるといいけどね。まあ潮がね変わってくれたからな、ワンちゃん振ってくれるかも。よっこいしょ。お、今イカやったね。大体瞬間分からなかったけど。お、もう抱いてくれない。イカだったのにな。見た瞬間やっぱ分かんない。よっしゃ、全然当たりは分かってなかったけどね。なかなかね、テカンドじゃね当たりが取れないね。やっぱラインスラック張らないと。
なんだ今の潮の音か。だな。感度では分からんかったけど、高さ綺麗やった。お、なんかおかしかったね。マジで分からんかった。やっちゃったよ。でもついてきたやつはこれじゃなかったね。まあ一応釣れはしたけどね。浮かばないそうな気がするんだけど、酸素のスーパースローがあればな。まあでもまあ 3.0 のスローでもね食わせれるとは思うんだけど、
動かし方次第かな。当たりが出なかったな、手元にね。よかった、バッテリーがね、20% しか最初からなかったからね。追尾があったら嬉しいな。追尾がないか。なんとも言えないなぁ、まだね。おそらくもっとね、早い段階でこいつは食ってましたね。動画のご視聴ありがとうございました。皆さん、動画を見てどう思われましたか？僕はですね、まあ、正直に個人の感想をね、言わせてもらうと、SMT を使う場合、どうしてもですね、イカがエビを触ってくれてる情報っていうのをですね、操車側にね、伝えきれてない時がね、多々ありました。実際そのテンションを張って、弾かれるような当たりが出た場合ね、バーンと弾かれるような当たりは手元にね、しっかりね、伝えてくれることができました。チューブラやソリッドとは違う質の当たりが手元に来ます。まあもちろんソリッドでもチューブラでもあのような当たり方すれば出るんですけれども、まあちょっと違うような質の当たりがね、手元にしっかりと伝わってきました。SMT を使うとき、イカのね、抱き方でね、ちょっとね、当たりがわからないっていうのがね、結構あります。どういうときがね、一番当たりがわからないのかって言ったらですね、ラインスラックがある程度あるときに、イカが横からふわって抱いたような抱き方っていうのは、SMT がね、ちょっとね、当たりを取るのがちょっと苦手です。で、ソリッドロッドも僕が使ったことがあるやつは、その当たりっていうのは取るのがもう苦手なんですよね。この当たりを取りに行こうと思えばですね、エギの自重をしっかり感じてテンションを張る。そうしないとちょっとね、当たりを見逃してしまいます。はい。で、なんで僕はね、テカンドでこだわるのかっていうとですね、やっぱ内部情報の時っていうのは、ボサクも見えないし、ラインも見えなかったりするわけなんですよね。で、そこでね、僕はね、テカンドにやっぱこだわるわけなんですよね。どういう当たりでもしっかり取っていきたい。で、SMT を使うと、どうしてもね、そこのね、イカがね、エギに触ってくれてるっていう情報をね、見逃してしまうことがあるので、ちょっとそこはね、ちょっと残念なところでありました。で、どういう人にね、SMT が向いてるのか、向いてないのかっていう話をね、ちょっとさせてください。SMT に向いてない人は僕のようなタイプです。僕のようなタイプっていうのは、ラインスラック量をね、結構多めに使った操作っていうのを結構するんですね、ホールの時とか。そういう人にはちょっと向いてないです。あとはですね、ナイト調光が多い人にも向いてないかなと思います。ナイト調光でやっぱこの先がね、見えなかったり、ラインが見えなかったりするんでね。で、もちろんイカがエギを触ってしばらく経ってグーって引っ張ってくれればそれ手元に伝わってくれるから、まあ大丈夫なんですけど、僕が求めてるイカがエギを触った瞬間の情報っていうのをね、仕入れるのがね、なかなか難しいロッドでございました。これはね、穂先の柔らかいロッド全部には言えるんですけれども、チューブラでもね、ソリッドでも、まあ言えることなんですけれども、ちょっと僕は苦手かなって個人的には感じております。どういう人にね、SMT がね、向いてるのかを話すとですね、常にエギの自重を感じて操作をしている人、まあ、つまりテンションを張ってる人には向いてるかなと思いました。で、あとまあそのテンションを張らなくても、イカの当たりが分からなくてもいいですよっていう人にもちょっと向いてるかなって個人的には思いましたね。はい。で、あとナイト調光が少なくて、海がね、泣いてる時しかやりませんよ。風がない時しかやりませんよっていう人にも向いてるかなと個人的に思ってます。なぎの時はですね、穂先も見えるし、ラインも見えるんでですね、そういう人には向いてるかなと思いました。まあでも、穂先やラインを見るんであれば、チューブラでもソリッドロッドでも何でもいいんですけれども、まあでもそういう人にはちょっと向いてるかなと思いました。SMT を使って、実際ですね、海の状況っていうのはですね、僕はですね、普通のチューブラロッドでも取れる情報量ぐらいしか、正直わかりませんでした。これは正直の感想です。
SMT を極めてる人は人間の脳の処理速度が間に合わないぐらいの情報がねいっぱい仕入れられるとか言われているんですけれども、ちょっと僕はねそこはね感じることができなかったですね、感知することができなかったです。でもね人間の脳って素晴らしくて、スーパーパソコンと比較して劣らないぐらいの情報処理能力持ってるんですね、速度のね。でそこを追いつけないぐらいの情報っていうのはとてもじゃないけど僕はね感じ取れなかったかなっていうのが個人的な感想でございました。次回の動画なんですけれども、 SMT を使って内部強化をやってます。でどのように操作すればしっかりとした当たりをね取れるか、当たりを見逃さないのかっていうね情報の動画を撮っておりますので、よかったらですね次回の動画もご視聴してください。ご視聴ありがとうございました。